山形有朋と日本の歴史教育。イントロダクション。今日は、日本の歴史教育における山形有朋の役割について、その人物像から始めて、彼が日本の教育システムに与えた影響、そして彼の持っていた教育理念について詳しく話を進めていきます。山形有朋は、その業績と理念によって、日本の教育史に大きな足跡を残した人物として語り継がれています。山形有朋について。山形有朋って誰なのだ？山形有朋は、日本の明治時代の政治家で、初の内閣制度を創設した人物でもあるの。彼は日本の第三代内閣総理大臣としても知られているの。さらには、軍人としても評価されていて、日本陸軍の礎を作り上げた一人でもあるのよ。日本の第三代内閣総理大臣だなんてすごいのだ。そうよ。だから山形有朋の話は、日本の歴史や教育について理解する上でとても大切なの。彼の生涯と業績を知ることで、日本の教育制度がどのように形成されてきたのか、その背景を理解することができるのよ。日本の歴史教育への影響。彼が日本の歴史教育にどんな影響を与えたのだ？山形有朋は学生改革を推進して義務教育の制度を確立した人物としても知られているの。彼の影響力は今の日本の教育制度にも色濃く反映されているの。彼は学問を一般の人々にも広めて、教育を全ての子供に平等に与えることを可能にしたの。それはとてもいいことなのだ。教育を全ての子供に平等になんて、今でも大切な考え方なのだ。その通りよね。山形有朋が確立した教育の理念は今でも引き継がれているのよ。山形有朋の教育理念。彼の理念は何なのだ？彼の教育理念は、国民一般に学問を施す、というものだったの。つまり、全ての人々が教育を受ける権利を持つことを強く信じていたの。彼は教育を通じて、国民全体の知識レベルを向上させて、国家の発展を促進することを目指していたのよ。全ての人が教育を受ける権利、それはすごく大切なことなのだ。そうね。だからこそ、山形有朋の影響力は今日まで続いているの。彼の教育理念は、今の教育制度や教育の在り方に大きな影響を与えたの。教育は社会全体を豊かにするための大切な手段として位置づけられて、それは今日の日本でも引き続き継承されているのよ。まとめ。山形有朋は、日本の歴史教育に大きな影響を与えた人物です。彼の教育改革の功績は、現代の日本の教育制度に大きく影響を与えています。彼の教育理念は、今日でも多くの教育者によって引き継がれています。山形有朋の理念と行動は、日本の教育システムにおいて重要な役割を果たし、その影響は現代にまで及んでいます。今日の日本の教育制度や教育の在り方があるのも、彼の果たした役割とその影響力によるものです。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。